さあ、山道最大でやってきました。見てください、とりあえず全部の方向並んでますよね。さあ、これで一体どのように電車が入っているのか。ちなみに現在電車が遅れているようなので、何が起こるかわからない状況ですが、まずこちら同時進行して、3番発車しましたね。同時進行していきます。さあ、これは入庫電車なんですけど、途中までは一緒に行くんですが、これはなかなかすごいですね。この電車は一応西大寺にある横に車庫があるんですからね。で、あっちは奈良行きなので、奈良のこの辺でついていってますね。仲良くついていってますね。で、こっちが来るわけですけど、電車が次はこっちですかね。こちらの電車がやってきます。三宮行きはもうすぐ発車のはずですけどね。進行した今度は柏神宮前に来ましたね。さあ、こう来たらうまい具合にあっちへ渡るわけですけど、それがどう来るのかちょっとまたがって見えないところですが、うまい具合にできてるわけなんですよね。とりあえずこう来てますね。こう来てこう曲がるわけですかね。奥まってもうポイントがわけわからない状況なんですよね。やばい、ポイントが複雑すぎてね。遅れてくるので結構奈良線が遅れてるので、京都線なのかな、遅れるので結構電車が遅れてるんですね。でもうすぐポイントが来てくる。あ、特急が来ましたね。これは多分柏神宮前始発ですけど、スピードが速いの速いの、これはこれはどっちへ行こうとしてる。2番1番かな、どう行くんだろう。あ、2番入りましたね。座席が違いますね。別だから座席の色が、これは第一編成のリニューアルなんで、座席張り替えしただけの電車が来ましたね。座席張り替えのみですね。さあ、こちらからは京都行きかな。これは何番に変えるかな。止まる、どうだろう。2番。これ見るとこっちに入りそうな気がするんですよね。4番入りそうな、京都行きが4番入って、こちらも奈良行きが来ましたね。万が一結構スピード出してきますね。もう来るものですかね。早いもんです。さっき尼崎が発車したばっかなんでまだ進めないわけですけど、で予想ちゃっていますね。でもこの時間まだ12時ですけど、人は結構乗ってるわけなんですね。あー、結構乗ってますね。まあ、本来軌道線の近くって言ってるんで、まあ、発車の近くで従ってます。さあ、こちらは同時進行ができますからね。今度は奈良方面から特急、これは長い。これも回送できましたね。あの奈良行きは送り込みなんです。
休校ならだけど一応阪神難波線対応してますね。バンバン来ますね。やっぱ電車が遅れてるとここのところパニックにならないくらいギリギリのダイヤを作るというわけでございまして、さすが最大じゃらすいい状態ですね。さあもう1番が来ますか。特急だらけになりましたね。こちらが特急だらけに、まあ、特急だらけ言うてもね。さああちら踏切が鳴っていて、これまだ来そうですね。次はまだ4番が入れるそうです。4番来そうですね。7線で行きましたね。次4番、はい、4番こっちが4号番組ですね。あの階層が気になりますけど、入れ替え作業すると多分3号まっすぐ行く可能性もありますけど、どうなんですかね。最大ですかな。スイッチバックででもこちらがついたってことはこちら側から発車なのかな。あ、信号が切り替わりましたね。入庫でんでこっち側ですね。スイッチバックってことですかね。奈良方面から来たんで、しかしまあこんなにさばけるもんですかねって感じるんですよね。すごいさばきですよね。完全にもうわけわかんないじゃないですかねこれ。よくよく対応してますよね、こんだけ。さあ、さっき奈良から来た電車が最大で入庫するためにこの電車が、はい、出てきますね。そしてまた特急電車がやってきました。今度はまっすぐになったから3番入るのかな、あの特急が。まだ4番が埋まってるから、もう特急が。さあスピード上げてきましたね。無料編成できましたね。うわ、短っ。2両この縦のもんなんですね。連結でもするんですかね。あ、米号車、米号車で連結ですね。ってことはもうすぐ左方向から特急電車来ますわ。柏原神宮から来る電車、柏原線から来る特急電車を連結させてから発車するわけですかね。またすごいな、本当に連結前にしようのかって。
女子の連絡の柏原行き電車。さあ開けてますね、連結とか開けてます。そして京都行きの電車がやってきました。うまい食いにぶつかりませんってね、ぶつからないね、うまい具合ですね。感心しちゃいますよね、こんだけしっかり連携してますから。まあこの電車が連結になる電車からね、まあぶつからないようにってことで6両編成になって京都に出発するということで、親子列車ですね。昔は京都あの賢島発の京都難波行きの電車があったんですけどね、今ちょっとなくなっちゃったもんですからね。でもこの電車でなあ復活したわけですからね。さあと住み具合が面白いですよね。ゆっくりゆっくり出発していきます。さあこれも入港電車ですね。で連結してますね、はい、でこっちでも入港なんで隣の方見ちゃいますから、ね、さあ入港連結、あいなんか止まってガッチン今くっつきましたね。はい、これでピカッていかれますからね、はい、乗れるようになりましたっていう感じですかね。さあもう4番乗りからですね。区間準急市東駅始発の電車ですかね。これが4番に入るわけですけど、これも複雑な構造でこっち側に入りの行きます。私もですね、一応黄色い線は従ってますが、あまりにもここ狭いので電車が来る方向に下げています。なので撮影するときはまあ気をつけてくださいね。撮影の時は気をつけて撮影してください。やっぱこんだけ複雑だとたまにこっちから入庫電車も来ますからね。だから警笛鳴らされないようにしてくださいね。まあ僕は警笛鳴らされるのは好きな方ですけど、警笛の音好きですからね。ですがまあある程度ちゃんとルールを守って、撮影してくださいね。でもまあ山田さんにとってはまああと10年はまずないだろうから、こんなところ多分淡路駅でもあと10年ぐらいかかりそうな気がしますけど、ジャムサイドって多分あと10年20年は無理っしょって感じですからね。効果はよっぽどこれ車庫もあってそこで踏切も混んでないですからね。さあ6番これはどんですかね。回送ですかね。最大10キロの普通列車だと思いますけどね。柏線さあ緑色の物体が出てきましたね。ってことは京都市営直通の国際会館行きの急行だと思います。でも乗降してますね。これも4番
さあ、あの緑の電車は何を持っているんでしょうかね。4番途中ですかね。違います、絶対4番途中なんですけど、なぜかと思ってます。あ、柏田神宮が行かないとダメなんですね。で、ここでストップしてるんですか。これは遅れます。ああ、柏田神宮の電車が行ってから、あの京都線の直通電車が通るわけですけど、そうなんですよね、やっぱこういうのがね、信号としてるという守らなきゃいけませんからね。この前やったら正面直下になるからね。じゃあ本来なら京都を先に行かした方が良かったんですけど、まあこっち側はダメなんですよね、多分。おそらくポイント、これね、多分筋つくの難しいと思うんですよね。さあ、そしてこちらのポイントが変わったら、今度はこっちもうーって変わりますね。ほんで京都駅が突っ込むわけですけど、あの京都のやつは結構ここストップしてたんで遅れてるんでしょうね。もうおそらく遅れ伴ってますね。さすがに同時進行はあんま見たことないですけどね、最大値で。では、まあ移動しましょう。京都は光ってたということは、次大阪三宮行きなんで、大と書かれてるやつが光るんですけど、ちゃんと光るかどうか確かめて乗車していきましょうかね。危険ですから黄色い車までお下がりください。途中の停車駅は学園前、生駒、鶴橋、大阪入門館、日本橋、大阪難波、大阪難波から西九条までの天橋向こう側、甲子園、西宮、芦屋、野崎です。さあ、阪神の電車が来ました。さあ、乗り方が乗客、乗客電車が運行します。扉が乗り場を走っています。
段は左が光ったわけですけど、さあ左の私は三宮へ向かいたそうです。では映像はここまでで切らせていただきます。では最大値を上げます。覚えてあるうちでした。